ダイキン工業の野瀬です。私は未活用となっている熱を電気に変えることによって日本の近々のエネルギー問題 CO2 排出量の削減に貢献します。私は以前船のプラント設計に従事しておりましたが、船のプラントには活用できずに捨てられる低温の熱が残っており、船以外にも多くの未活用の熱が残っていることが分かっております。その未活用の熱が持つポテンシャルをお伝えします。このグラフは日本の地熱資源温度帯別の発電装置導入ポテンシャルです。ここで言いたいのは低温の熱が最もボリュームがあるということです。ご存知の通り、日本は地熱発電のポテンシャルがあると言われながら全く活用されておりません。今現在導入済みの地熱発電設備容量は54万キロワット、日本の電力需要の約 0.2% と言われていますが、そのほとんどが150度以上の高温の地熱資源を活用して発電したものです。つまり一番ボリュームがあり新たな掘削が不要な温泉熱を含む120度以下の低温の熱はほぼ活用されておりません。また120度以下の地熱資源のうち、さらに温度が低い80度以下が多くを占めていると推定しております。産業分野の排ガス熱量においても低温の領域が地熱資源と同様最もボリュームがあります。このボリュームゾーンは日本のエネルギーの安定供給カーボンニュートラル達成のために必ず活用するべきです。また地熱温泉発電は他の再生可能エネルギー太陽光風力発電と異なり天候に左右されず安定した発電ができますので主力電源化が可能です。低温の熱が活用できていないボトルネックは熱交換技術媒体機器の高効率化です。私はこのボトルネックをクリアする低温の熱源に特化した高効率バイナリー発電システムを実現します。バイナリー発電システムとは、熱源の熱エネルギーを二次的に沸点の低い媒体に熱交換し、発生した蒸気でタービンを駆動して発電するシステムです。技術的にはすでに確立されていますが、既存システムは熱源温度が80度以下では適用が困難です。80度以下の課題は大きく2つ、発電量の低下と高コストです。コストは機器構成が同じである以上抜本的に下げるのは難しいため、発電量を上げる必要があります。発電量を上げる鍵は熱交換する媒体と機器の高効率化です。こちらの表は既存のバイナリー発電装置メーカーとの保有技術比較表です。ダイキンは媒体と空調機器両方の技術があり、その強みを生かし低温の熱源に特化した高効率バイナリー発電システムに挑戦します。次にビジネスモデルです。現行機も含めバイナリー発電システムは再生可能エネルギーである太陽光発電と比べ初期投資が莫大であることが課題としてあります。そこでお客様から弊社に温泉熱場所を提供していただき、弊社から発電装置を無償で設置メンテナンスを行い、その対価として電気代をお支払いいただく初期投資ゼロで始められるビジネスモデルを考えております。本ビジネスモデルの場合、万が一導入後に発電装置が不要となった場合でも簡単に他のお客様に発電装置を循環させることができますので、まさに今求められている循環型経済サーキュラーエコノミーモデルです。今後の予定です。機器メーカーとして発電効率をどれだけ上げられるか今後詳細検討を行う予定です。一方でお客様の経済メリットの検証がまだできておりません。いくらでどういったランニングでどのコストと比較すれば経済的メリットが出ると言えるのか、はっきりとした形で作りたいと考えています。温泉熱をお持ちの温泉事業者の方、工場排熱等未活用の熱がある企業の方、その手助けをしていただけませんか。ぜひお話をさせてください。今社会全体が2050年カーボンニュートラル達成に向けて変わろうとしています。この低温の熱源に特化した高効率バイナリー発電システムを通してカーボンニュートラル
脱炭素社会の実現に貢献していきたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。